こんにちは、ワインブックスのマイペです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはワインの開け方と注ぎ方です。多くのワイン系チャンネルではワインの開け方と注ぎ方は解説をされていると思います。それぞれとてもまとまっていますし、分かりやすいし、中にはですね、再生数が多いものもあります。ワインブックスチャンネルでもワインの開け方に関しましては何回か取り上げましたが、さらにですね、テイスティングの前でも毎回抜粋していますから、それで知った方もいらっしゃると思います。その上でになりますけれども、やはりですね、ただ開けるだけではなくて、できればエレガントにスマートに開けたいですよね。できればかっこよく開けたいし、男女問わずモテたいわけですよ。だってワイン開けてモテるんだったらそりゃ頑張って開けますよ。なので今回はできる限りスマートにエレガントに開ける、そしてできればエレガントに注ぐ、これに絞ってですね、全体像が分かりやすいように、かつ手元も分かりやすいように解説をしたいと思います。なのでいつもと違ったアングルだったりスケールもあるかと思います。でですね、これ本編に入る前に、ワインの開け方は人それぞれです。人それぞれでもありますし、ソムリエさんそれぞれでもあります。でですね、これ保険をかけちゃって本当に申し訳ないと思うんですけれども、今回ご紹介した開け方が正解で、じゃあ他の開け方が不正解なのかというと、そうではないということですよね。嫌ですよ、そんなんで席作るの。またですね、ワインの注ぎ方に関しましてはいくつかのパターンをご紹介しますが、もちろん目的によりましては他の注ぎ方もあると思います。これからワインライフを始める、あるいは少しプロっぽい開け方をしてみたい、そんな方にはご参考になると思います。年末にワインを開けることも増えるかと思いますので、そんな時にお役立てください。はじめましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限り分かりやすく丁寧に解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお待ちしております。それから僕が運営しますワインブックスオンラインスクールが、来年度のソムリエワインエキスパート試験向けのカリキュラムが募集中です。多くの受験生さんは12月だったり1月からご参加をされますので、来年度の試験をお考えの方は概要欄にリンクを貼ってありますので覗いてみてください。それでは今回のテーマはワインの開け方注ぎ方です。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。ではワインを開ける前に最低限の器具を見てみましょう。まず、ワインですね。これは近所の酒屋さんで買ったものなんですけれども、最近ですともうコンビニだったりスーパーの前はほとんどがスクリューキャップになっています。ですからペキッとひねればもう開けられる、こんな具合ですよね。ですが、最近でも、高級ワインになりますとまだまだコルクが主流になっています。ただですね、高級ワインであったとしてもこれいつまでコルク栓なのかはわからないですね。コルクに関しましては環境問題も絡んでいますから、いつ世界中の高級ワインがコルクから離れるかはこれはわからないということになります。一般的には日本のワインショップだったり酒屋さんでも2000円とか3000円を超えますとコルク栓の場合が多くなってきます。ただですね、南半球ですね、特にオーストラリアだったりニュージーランドのワインに関しましては、ある程度高価なワインであったとしてもスクリューキャップの場合が多いです。でこのワインはもう今回はさらっと飛ばしますけれども、シャトーモンペラというフランスボルドー地方のワインです。これが確か近くの格安さんで2500円ぐらいだったと思います。これ十分美味しいワインですよ。では次がソムリエナイフです。このソムリエナイフは毎回もうおなじみですよね。でこのソムリエナイフでなかったとしても、T 字のですね、このスクリューキャップを押し込んだらもう引っこ抜くようなタイプのものもありますけれども、あれじゃあですね、いくらなんだってエレガントじゃないですよね。ですのでエレガントということになってくると、これはソムリエナイフ一択とお考えいただいてよろしいかと思います。でですね、ソムリエナイフに関しましては、このようにですね、2段式のものと1段式のもの、大きく分けるとこの2つがあります。正直言いまして、2段式の方が開けやすいです。開けやすいだけではなくて失敗も少ないんですね。ですから、もう単純に格好の部分を除けば圧倒的に2段式の方が上ということになると思います。ただですね、一方でプロっぽく見えたりだったりですとか、ある程度エレガントに見えるということになってくると、まだまだですね、この1段式のソムリエナイフも捨てたものではないということになるかと思います。僕は長年この2500円くらいなんですけれども、ステンレス製のソムリエナイフを使っていて、特に不便は感じたことはありません。中にはですね、これ以前僕も使っていましたけれども、シャトーラギオールというブランドだったりですとか、その他の高級なソムリエナイフもありますけれども、これに関しましてはワインライフの初期に関しましてはスルーしてもらっても問題ないと思います。今回はこのステンレス製のソムリエナイフを使って抜栓をしたいと思います。次に、グラスになりますが、これは、1個700円くらいの大ぶりの白ワイングラスになります。グラスってですね、こだわろうと思うと1個ですね、数万円するようなものもあるんですね。ただし現実的なことを考えると、お金がジャブジャブあって仕方がないという方以外はそんなグラスって使えないじゃないですか。破損を考えるといいとこ1個1000円とかそれぐらいですよね。このグラスに関しましては、もう20年くらい前に僕が買ったものなんですけれども、当時700円とか800円くらいだったのを覚えています。多分、その当時住んでいた自宅の近所のワインショップで買ったと思います。
これで赤ワインも白ワインも何でも飲んでいますけれども、特に不自由は感じていません。でもですね、ワイングラスに関しましてはこだわる方はいらっしゃいますから、これに関しましてはまた別途別の動画で解説をしたいと思います。でですね、これも何回かおすすめをしていますけれども、この銀皿みたいなものなんですけども、これスードブーションですとかスードブタイユと言います。これですね、なくてもなんとかなりますし、ない人がほとんどだと思うんですね。ただですね、これが1個あることによってかなり、映えますから、例えば SNS などでワインを写したりですとか、まあ、映えた SNS を投稿したいという方はですね、このスードブーションがあってもいいかもしれません。まず、ワインを開けるときの総論になりますけれども、ボトルのラベルですね。このラベルは自分とは反対側、例えば見てる人がいるのであれば見てる人に向けて、ラベルを向けるということが重要になってきます。そしてですね、これはエレガントに見せるコツになりますけれども、できる限り、ボトルは動かさない、ボトルは揺らさないということがエレガントに、まあ、スマートに見えるコツというふうに言えると思います。例えばこのように立てて開ける以外に、このようにパニエといって、この横に寝かせたまま、抜栓をすることもあるかと思いますけれども、これに関しましては特殊なワインのためのものですから、ですのでこのように立てたまま抜栓をしてもらっても全く問題ありません。今回は立てたまま抜栓をしたいと思います。またですね、白ワインの場合には、これワインクーラーなんですけれども、これ氷は入っていませんけれども、これに氷だったり水を入れて、これに白ワインを入れて、このまま抜栓をするということもありますけれども、この場合でもこのボトルはあまり揺らさない、動かさないことが綺麗に見えるコツになります。それでは、ワインを実際に抜栓をしていきましょう。まず、ワインを開けるときにはこのボトルの、瓶の口の部分についているキャップシールを剥がすことになります。本来は別にこれどちらでもいいんですけれども、この段々がありまして、この段々の下の方で開けた方がエレガントに見えると思います。ですので、ここの、段々の下の部分にこのソムリエナイフを当てて、そしてこのキャップシールを切り取るということになります。これがソムリエナイフになりますけれども、ソムリエナイフを握ってみましょう。このようにですね、このナイフを出していただいて、で握った時にですね、このようにナイフの部分が親指の反対側を向いているのが、これが順手、そして親指の方を向いているのが逆手になります。これで握るということになりますね。まずは、この順手で持って、これをこのように持ちます。そしてですね、この、ナイフをこの段々のこの下の部分に当てて切るということになります。この時に大事になってくるのが、この、ボトルに対してこのナイフの部分を垂直に当てる、垂直に当てることが重要になってきます。この、キャップシールの切り口というのは、ソムリエさんが長い経験がある方であると、間違いなくここがきれいに切れてるんですね。逆に言うと、ここの切り口のところがガタガタになっていると、ちょっと経験がまだそんなに長くないのかなというふうに思われてしまうかもしれませんから、ここはですね、エレガントに見せるポイントかもしれません。ではこのように、親指の反対側に刃を向けて握って、それでですね、キャップシールを一回切ってみます。このようになるべく垂直に力を入れて、このような具合です。でこの時にコツになりますけれども、できる限り、何回もナイフを当てるのではなくて1回で切り取るということですね。例えばこれを、何回も何回もこの切り込みを入れるようになりますと、もちろん切り口がきれいに見えませんし、1回の方がね、エレガントに見えるかもしれませんので、できる限りですね、1回で切り取るということが重要かと思います。この切り取る時にもできる限りボトルは動かさない、これがエレガントに見えるコツだと思います。もちろんね、こううまくはいかないことも多いと思いますけれども、念のためですね、ご紹介させていただきました。では次にですね、このように順手で持っていたものを逆手に持ち直して、このように反対側の部分を切り取ります。これも1回で、このような具合ですね。では切り口を見てみましょう。このように1本の綺麗なラインが入っていることがわかるかと思います。これが綺麗な切り口ですね。そうしましたら、次にここにですね、このソムリエナイフで1本の縦線を入れることになります。これですね、結構危ない時もありますので、慣れるまでは避けていただいてもよろしいかと思います。このようにですね、もう剥がすように取られる方もいらっしゃいますから、これは人それぞれとお考えください。では今回はここに縦線を1本入れたいと思います。このように、縦に1本ですね。縦線を入れるということになります。この縦線を入れたところにこのナイフを入れてですね、このように取るということになります。このように切り口が非常にきれいに切れているかと思います。これがですね、エレガントに見せるコツというかですね、まあ、ちょっとかっこいいんじゃないかというふうに思います。で次にここが山場になるかと思いますが、このソムリエナイフのこのナイフの部分はしまって、テコのところを開けて、
さらにですね、コークスクリューのところを開けます。このコークスクリューをこのコルクに押し入れて、で、このコルクを抜くということになります。で、この時に大事になってくるのが、このコークスクリューのこの先端の部分ですね。この先端の部分を、このコルクのど真ん中に刺すことが大事ですね。で、これが例えば、この最初の1投目が例えばこのように端っこになっていたりですとか、どこかになっていたりすると、綺麗にコルクが入らないということになります。で、最初の1投目を押し入れるときには、このように、左手の親指を使って、プスッと入れるということになります。最初の1投目を入れたいと思います。このコークスクリューのこの先端の部分をコルクの真ん中にまずは当てて、そしてこの左手の親指で押し入れるということですね。このように、コークスクリューがコルクに入っているかと思います。そして、最初の2、3回転ですね。最初の2、3回転は力を入れて、このように回しながら、押し入れるということになります。でもこの段階である程度角度は決まっていますけれども、角度を修正しながら、力を入れながら少しずつコルクを回しながらコークスクリューを入れていくということになります。では、このままコークスクリューを押し回していきたいと思います。で、もう1回転ぐらいですね。で、ここまで来ましたら、この、横にしますけれども、テコの部分をこのように、ボトルに引っ掛けて、そしてこの右手でコルクを引き上げるということになります。この左手でこのテコのところを押さえて、右手で力を入れることになりますけれども、この時に大事になってくるのが、この、今、左手はそんなに気遣う必要ないんですけれども、右手は手全体を使ってコルクに力を入れていくということになります。僕の場合には、このように、ここの部分ですね。ここの、小指、薬指、中指。この3本をソムリエナイフの下に置きます。そして、この人差し指はこの先端のところでバランスをとって、これで引き抜くということになります。で、この時に力を入れる向きなんですけれども、このまま上に力を入れてしまいますと、テコになりますから力がこちらに行っちゃうんですね。こちら側の部分に引きながら、このような角度に力を入れるのがよろしいかと思います。ここの、この感じで行きますと、ここのこの3本の指で力をこちら側に、こちら側に入れるということですね。これが、コツになるかと思います。では、引き抜いていきたいと思います。このように、左手でテコの部分を、押さえて、この、3本の指ですね。この3本の指を下に入れて、人差し指でこの先端の部分を持って、そして引き抜くということになります。では引き抜いてみます。で、この時の角度は、力はこっちですよね。では引き抜いていきます。で、ここの時にこの人差し指で、バランスを取りながら引き抜くということになります。では行ってみます。少し持ち上がってきましたよね。またさらにもう少しいきます。で、このように小指、薬指、中指に絶妙に力を入れながら引き抜くということになります。大体これぐらいですね。で、ここまで来ましたら、コルクの部分をこのように持ってですね、最終的にプスッと空気を抜くようにして開けるのがよろしいかと思います。このまま抜いてしまいますとポーンとなってしまって中からワインが出てきてしまったりとかっていうこともあり得ますので、あと見た目的にもポンって開けちゃうとなんかエレガントじゃないじゃないですか。なので最後はこのように手で持ってですね、引き抜くようにして押し倒すような形でコルクを引き抜くということになります。ではやってみますね。このようにして押し倒すようにして、このような具合になります。で、僕は癖なんですけれども、一旦引き抜いたら、コルクで瓶の口を一周して、それでコルクチェックをするということになります。で、これ見てお分かりの通り、このようにですね、このコークスクリューがコルクのどこからも出ていないことがわかるかと思います。これがですね、中心にうまくコークスクリューが入っている状態ということになります。このようにコークスクリューが、コルクのどこからも顔を出していないということですね。コルクも突き抜いていないということになります。それではこのように焙煎しましたワインを今度はグラスに注いでいきますけれども、グラスはこのように、まあ膨らみがありますので、この膨らみのトップのところまでを基準にワインを注ぐのがよろしいかと思います。でですね、この一般的な注ぎ方というのは、このようにグラスを置いてボトルを持つんですけれども、ボトルを持つときには
このようにボトルが、上を向いている状態ですね。これがエレガントな持ち方とされています。もう簡単にですね、もう足掴みにして、ボトルが、上を向いているということですね。で、これ、撮影の場合には、このボトル、このラベルがですね、カメラの方を向いていたりですとか、そういったこともあるんですけれども、本来は、ラベルは上を向いていた方がいいということになります。で、このようにワインを抱えるように持って、そして、左手にはナプキンを持って、で、注ぐということになります。で、注ぐときにはもう単純にこのように、注いでいきますが、でこのワインを開けるときには、このようにくるっと回しながらボトルを上げることによって、ワインがボトルを伝うようになりますので、ポトポトっと落ちることがなくなります。ボトルの口の部分をこのナプキンなどで押さえて、そしてこのようにボトルを置くということになります。このように普通の注ぎ方もしましたけれども、この注ぎ方とはまた違って、少しですね、この若いワインだったりですとか、あまり空気に触れていないだろうというようなワインに関しましては、少し高いところからワインを糸のように落とすようにして、ワインに空気を含ませるようにして注ぐこともあります。例えばこのような感じですね。このように一本の糸のようにワインを注ぐということになります。このような場合とは違って逆にですね、このワインがすごく熟成が進んでいる場合ですね、古いワインの場合にはこれは、ワインがデリケートになっていることも多いですから、この場合にはワインを右手で持って、グラスを左手で持って、このように注ぐこともあります。こうすることで、ワインが空気に触れないで注ぐことができるということになります。ワインの状態によりましては、注ぎ方に関しましても何種類かパターンがあるんだよということを押さえておいていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はワインのエレガントな開け方、注ぎ方でした。ワインは最近スーパーでも十分に美味しいものが出回っていますし、ワイングラスに関しましても当初は100均のワイングラスでも十分かと思います。ただしですね、ソムリエナイフはそうはいかないんですね。ソムリエナイフは100均のソムリエナイフでは限界がありますし、やっぱり見た目にもよろしくはないんですね。なので、これは2500円くらいだったと思いますけれども、ステンレス製のソムリエナイフ、これおすすめです。これですね、このテコの部分はこのようにこう瓶を開けることもできますし、でそれからナイフの部分を使って僕は宅急便の開封作業をすることも多いです。これ1個あれば普通のワインナイフであれば10年くらいは持ちますし、結構重宝するかもしれません。年末に向けてワインを開けることも増えるかと思いますので、ご参考いただければ幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。